FM Osaka Traffic Report。町一番の会社を目指して豊野運送の提供でお送りします。阪神高速道路が事故のため一部通行止めになりました。阪神高速31号神戸山手線は白川ジャンクションに向かう北行きの港川ジャンクションと白川南の間が事故のため先ほど午前11時35分から通行止めです。ご注意ください。渋滞の状況です。神戸線は大阪からの西行きが生田川を先頭に8キロ、柳原で2キロ。反対の東行きは真谷を先頭に9キロ渋滞しています。代わって西名阪道は松原方面からの東行きの郡山下津道ジャンクション付近で緊急の工事が行われていて2キロ半混んでいます。次のトラフィックレポートは0時57分頃です。町一番の会社を目指す関西の物流なら豊野運送。安全で高品質な物流サービスに加え、スマートでクリーンな運送会社を目指します。町一番の会社ということはあなたにとっての一番の会社、それが私たち豊野運送です。 FM 大阪トラフィックレポート、豊野運送の提供でお送りしました。